2020年、ビジネスの前提条件が大きく変わる中、消費者行動も対面から非接触型へシフトが進み、企業の CX の姿が大きく変わってきています。今までリアル店舗、対面で提供していた接客サービスが、今ではウェブ上でも求められる時代になってきました。ジェネシスクラウドなら、CX プラットフォームのリーダーであるプレイド社のカルテと、クラウド基盤におけるリーダーである Google クラウド社の Google クラウド CCAI との連携により、新たな顧客体験価値をご提供いたします。まずはジェネシスクラウドとカルテが連携することで生み出される顧客体験をご案内します。普段は実店舗で購入している鈴木さん、今回はGテイラーの EC サイトを閲覧しています。カルテを使ってウェブサイト訪問者の行動をリアルタイムに解析、一人一人に合わせた最適なご提案をします。また会員登録を促すスペシャルクーポンの提示やアンケート、オペレーターへの誘導など、お客様へのアプローチも可能です。カルテで計測したウェブサイト上での行動データやアンケート回答データは、すでに企業が保有している CRM 情報とすぐに紐付けできます。これにより実店舗などオフラインでの体験を生かした顧客満足度の高い接客サービスが可能となります。またジェネシスクラウドとの連携により、チャットオペレーターの空きがない状態の際には接客サービスを表示しないなど、オペレーション状況に合わせた接客サービスの出し分けを行うことも可能です。それではジェネシスクラウドについてご説明します。ジェネシスクラウドはカルテで取得したお客様情報をすぐに引き継ぐことができ、ウェブからオペレーターへの引き継ぎも容易です。さらにオペレーター画面にも紐付けされた情報が表示されるので、より詳細な情報を確認しながらお客様対応が可能となります。ジェネシスクラウドの統合画面はオムニチャネルに対応しているので、ワンクリックで様々な対応チャネルに切り替えることができます。チャット機能、オペレーターはチャット返信用のテンプレートを使うことで、迅速にお客様へのご案内を行うことが可能です。スケジュールコールバック機能、接客指定時間になるとジェネシスクラウドから担当オペレーターに通知されるので、スケジュール管理やオペレーションも容易です。ビデオ機能、ジェネシスクラウドとビデオ機能を連携させてオンライン接客を行い、店舗の洋服、アイテムなどのコーディネートを提案、ご案内することもできます。メッセージ機能、オンライン接客中でも対応中の画面から SMS やメッセージアプリを使ったやり取りが可能です。ジェネシスクラウドならお客様とのコミュニケーションが単一ツールで完結できるので、オペレーションも容易です。ジェネシスクラウドと Google クラウドが連携、深夜帯などの営業時間外やコンタクトセンターが混雑する際には、Google クラウド CCAI との連携により、対話型の高度なセルフサービスをボイスボットおよびチャットボットで対応できます。例えばこんな場面、購入時に新規登録キャンペーン情報を入手した鈴木さん、24時間受付の専用ダイヤルから登録しています。キャンペーン専用ダイヤルです。チラシに記載の応募ナンバーをお知らせください。 G テーラー555、 G テーラー555ですね。お名前をどうぞ。鈴木みや。 G テーラー555、鈴木みやさん、ご登録を受け付けました。このように IVR を使わないボットを活用した高度なセルフサービスが可能です。さらにカルテデータハブを使って EC サイト、コンタクトセンター、店舗などお客様に関するすべてのデータを統合管理することにより、次回の接客体験向上に生かせます。ジェネシスクラウドなら、お客様一人一人の状況を理解して寄り添うことで、つながるすべての瞬間に真のハイパーパーソナライゼーションを実現します。